皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の31日、10月の最後の日ですね。曜日は木曜日ということで、時間がまあ比較的早めです。日本時間の夜の9時14分ということです。今日は東京の住所から放送してます。というのは明日ですね、明日の夕方から例の関西生コン弾圧を許さないという東京集会っていうのがあるんですよね。で、それに今参加したいということで、昨日から来てますんで、今日は都内某所からの放送ということです。今日のワイワイニュースライブは通算で2877回ということで、音声も映像も今のところ順調に配信されているということですね。で、今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、この間のメインテーマですね、革命的市民による日本革命の基本政策と。ということで、2回ぐらい、1と2をやったんですけど、ちょっとまとまりがないもんで、今日のメインテーマも、このまとめたですね、一つの、重要な、テーマですんで、一連のそれなりの体系化された形で、まとめたいということで、今日中間的なまとめにしたんですね。ですから、この間のメインテーマ、革命的市民による日本革命の基本政策を以下のように、整理しましたということで、1から、今日のも含めて5かな。いわゆる基本政策を5つ今のところまとめてみたということなんです。ということで、今日の放送を始めたいということなんですけど、ちょっと待ってください。なんかちょっといつもと手前勝手が違うんで、ちょっと慣れてないですけど、今日の最初の、コラムはですね、昨日、おととい火曜日のテーマですよね。このテーマ、来たるべき市民、革命的市民による日本革命はこうすべきだと。いうテーマで、このような表紙になってまして、これ日の丸があるとなんか右翼革命みたいなイメージがありますけど、全く逆なんですね。革命的市民による日本革命ということなんですね。まあ、そういうことで今日ちょっとまとめてみました。で、現時点での視聴者数ですけど、ちょっと待ってください。ツイキャスが315名、YouTube が796で1111名ということになってますね。
そして、先ほど言いましたように、明日金曜日、11月の1日の放送は、夏季の集会に参加するために、お休みさせていただくということなんですね。で、明日の集会のタイトルは、労働組合潰しの大弾圧を許さない11.1東京集会というものなんです。ちょっとこれ、明細をですね、アップしますんで、時間がある方はぜひ参加してください。神保町にある東京教育会館というところでやるんですね。います。あ、最初にあれだ。昨日、おとといのメインテーマの、タイトルですね。タイトルと表紙ですね。そして、現時点での視聴者数が全部で1111名様ということですね。そして、明日の放送は関西生コン組合への大弾圧を許さないという東京集会に出席しますので、放送はお休みさせていただくということですね。東京教育会館。日時か、これだ。神保町ですね。地下鉄の神保町62。これですね。会場、日本教育会館7階707号室、地下鉄の半蔵門線神保町駅 A1 出口から徒歩3分ということで、参加費500円ということですね。ということです。そして、式次第か。式次第ですね。プログラム。参議院議員の稲見陽一さんが挨拶するみたいですね。
南伊波さんっていうのかな、関西生コン支部、それから東京、週刊実話、訴訟弁護団、大口昭彦弁護士、挨拶、伊波さんか、伊波洋一さん、参議院議員から中島由美子さん、全国一般、全国一般東京南部委員長ということですね。ということです。皆さんからのコメントですね。砂ずきんさん、いつものように、初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一行一言一行コメント、集団らしこいがあってから禁止ということで、このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で、お願いしますということですね。から砂ずきんさん、この間の今日のメインテーマですね、リツイートしてくれました。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。K さん、コンティニューコイン。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。そしてこの放送の前ですね、砂ずきんさん、完全犯罪を狙って安倍氏は略、豊中市議、木村氏の努力で不正がバレてしまった、もう辞任するしかないという新ベンチャー革命。それから砂ずきんさん、首都圏青年ユニオンツイッター佐野 SA ストライキを応援しようということで、一旦はなんか解決したような、ストライキが収束したような情報ありましたけど、また再度、東北道ですよね、佐野サービスステーションでストライキが始まったということですね。から砂ずきんさん、公式に正気を失ったアメリカ、マスコミに載らない海外記事と、10月31日。それと砂ずきんさん、首切りいいものの前途、本沢二郎の日本の風景3481と。から砂ずきんさん、シリアでトルコをロシアと戦わせようとするアメリカの手口、マスコミに載らない海外記事と、これ30日。から生徒にわいせつ行為、29歳の米国人教師を解雇、埼玉県教育委員会が発表ということですね。はい。そして今日の一言ですね。これは例の新百合映画祭、今やってんじゃないですか。川崎市の新百合ドキュメンタリー映画祭なんですね。ここで横槍が入ったということで、川崎市の、川崎市の方から、主戦場ですね、訴えられていると、裁判に訴えられているんで、そのような訴えられている映画を上映するのはどんなもんかということで、予算の半分600万円を出している川崎市が横槍を入れてきたということで、この新百合映画祭の実行委員会がそれに屈服しちゃったということで、上映が中止になっちゃったんですね。で、この中止に対して、この主戦場の出崎監督が直接会場に乗り込んでですね、彼は鋭く抗議したということで、彼の言葉を今日の一言で取り上げたんですね。で、彼が言ったの、現実にはあなたの行動、これは新百合映画祭の中山代表らに、主催者に対して言った言葉なんですね。現実にはあなたの行動は嫌がらせや脅迫みたいなものに、降参した形になったと。降参したという行動は日本の表現の自由にとっては打撃だと。今後だんだん言論の自由がなくなってしまうと。
このことは一つの小さな争いであったとしても、それに負けてしまったら日本の表現の自由が自身が大変な問題になると思うという鋭い指摘ですよね。こういうことを直接主催者に会場に乗り込んで彼は言ったんですね。ということで、これをアップしますね。もう今日の一言。雪丸松さん、ケーキ、今日はいつもより早いです。そうなんですね。今日はちょっと場所が違うんで、前もって、準備をした関係でですね、30分から1時間早いですね。まあ、これがいつもできれば一番いいんですけどね。出崎監督の言葉です。現実にあなたの行動は嫌がらせや脅迫みたいなものに交際したんだと、屈服したんだよ。あれやこれは言っても、実際はそうでしょうと。で、このことは小さいことかもしらんけど、ここで降参したということは日本の表現の自由にとって打撃だと。だんだん表現の自由がなくなってしまうと。このことは一つの小さな争いだったとしても、それに負けてしまったら日本の表現の自由が大変な問題になると思うと。そういうことですよね。これ全部入るかな。ということですね。ほんとだらしないよね。そして今日はちょっとあれですね、ジム・ロジャーズさんの本忘れて持ってこなかったんで、今日朗読できないんですね。来週の月曜日になりますね。で、今日のメインテーマです。この間のメインテーマ、革命的市民による日本革命の基本政策は、を以下のように整理したということなんですね。で、1なんですね。ナンバー1、これは金融経済への課税だと。これをナンバー1にしたんですね。まあ、革命的市民が樹立する新政府。新政府は実体経済に課税せず、金融経済に1%の金融取引税を課税して年間95.17兆円の新たな税収を確保すると。これが基本政策のナンバーワンなんですね。だから実体経済じゃなくて、価値を生まない博打経済である金融経済に課税せよということなんですね。で、各国の経済には実体経済と金融経済の2つの経済があるが、金融経済の正体は世界支配階級、ロシアで国際金融マフィアと自国支配階級、日本の場合は自公政権、自民党政権によって意図的に隠されてんだということなんね。ですから課税対象が実体経済の方しか課税対象ならないんですね。実際は
実体経済の20倍以上の規模もある金融経済に課税すべきなんですけど、金融経済の正体が隠されてるから、課税対象にならないように仕組まれちゃったんですね。で、私は、それじゃあ日本の金融経済の規模っていうのはどのぐらいなのかというふうなことでちょっと調べたんですね。で、金融経済っていうのはなぜ隠されているのかというと、この金融経済こそ世界支配階級と自国支配階級が各国国民を支配し搾取する力の源泉だから、その正体を隠してんだということなんですね。一番隠すのに全力を挙げてるタブーの最大のものの一つでしょうね。金融経済。翔さん、コンティニューコインですね。配信ありがとうございます。で、実体経済とは一体何なのかと。で、それは各国の国民が日々の労働によって国民生活に役立つ価値を生み出す国民経済のことを言うんですね。だから我々が朝早くから夜遅くまで物を生産したり、サービスを提供したり、物を運んだり、あるいは物を販売したり、あるいは物を消費したりというものが実体経済なんですね。今日はプチプチと放送が途切れますと。あ、そうですか。途切れますかね。ネットワークの力が弱いんですかね。それじゃあ金融経済とは一体何なのかと。それはいわゆる金融商品としての株とか社債とか国債とか、あるいはデリバティブ、金融派生商品とか、商品先物とか、あるいは FX、証拠金、国際通貨証拠金、取引等々の金融商品を売買することによって差益を狙うという博打なんですね。博打なんですよ。だから博打で、儲かるのはいわゆる博打の主催者と、それから博打に参加する客のせいぜい、まあ5%とか10%でしょうね。残りの90%から95%は損するというのが博打なんですよね。で、そういう金融経済が実体経済の20倍ぐらい、日本の場合は20倍ですね、ぐらいに、拡大しちゃってると、膨張しちゃってるとこういうことなんですよ。それじゃあこの金融経済がどのぐらいの規模なんだということなんですね。これ誰も経済学者はおそらく数千人いると思うんですけど、誰も調べてないんですよね、体系的に。いわゆる実体経済と金融経済との関係、日本の実体経済がどのぐらいで、日本の金融経済はどのぐらいかと。こういうことを体系的に研究してる本というのはないんですよね。で、日本の金融経済の規模、2018年ベースで一応6つあるんですよね、金融経済。1つは株式ですね、株ですね。東証一部の取引額641.8兆円ですよ。それから2番目が社債ですね、ETF、上場投資信託、レート、
不動産投資信託の取引額、これが年間67.9兆円と。から3番目、公社債、公的な機関が出す社債ですね。発行、これは取引額が分かんないですね。発行額しか分かんない。これ177.6兆円。そして4番目がデリバティブ取引。これがすごいですね。3098兆円。で、5番目が商品先物。これは大したことないですね。7.5兆円ですね。これはまあ、商品というのは、貴金属とか、貴金属鉱物、それと食品ですね。小麦とか、トウモロコシとか、米とかですね。そして6番目が FX。これは外国為替、外国為替証拠金取引。これがすごいんですよ。5524.3兆円と。これが最大の金融経済マーケット。で、全部足すと9517兆円ということなんですね。で、実体経済っていうのは、GDP の額ですから、日本の場合534兆円なんですね。と、約20倍ということですね。この実体経済、これを今アップしますね。誰がそんなに取引してるんでしょうかと。これは日本と外国、単に個人だけじゃなくて、機関投資家なんかも入ってますんで、ものすごいですよ。だから株の場合は、外国ハゲタカの方が6割とか7割って言ってますよね。雪丸々さん、金融経済が1兆円を超えてると。そうなんですね。1万兆円ということでしょうね。このことを隠されてるから、ほとんどの人が知らないんですよね。株とか債券とか国債とか等々があるっていうのは当然知ってるんですけど、それが実体経済とは全く別物だと。そして博打経済であって、その規模が20倍、実体経済は20倍になってるんだということは隠されてて、わかんない、知らないということですよね。で、1、2、3、4、5、6と。3、4か。これも国債の発行額は分かるんですけど、国債の取引額っていうのが出てこないですね、統計上。どっか持ってると思うんですけど、ネットでは出てこないですね。そして、商品の先物と FX。FX のマーケットってすごいですね。外国為替。だから外国為替の取引っていうのは、いわゆる貿易決済として実需ですよね。当初は貿易決済の手段として外国為替マーケットがあって、そこで輸入品とか輸出品の外貨にを買うとか売るとかしてたんですけど、そういう実需とは一切関係なく、
それ自体を金融商品として、売買するというマーケットがあるんですね。それが年間5524兆円ですよ。ものすごい金額が取引されてると。それで儲かったとか儲かんないとかとやってるわけですよね。これが第一なんですね。これがナンバー1、金融経済の課税ですね。1から2つ目、そうだ、最後にこの9517.1兆円の金融経済の規模に対して一律1%の金融取引税を課税すると95.17兆円になるという全く新たな税金が確保できるということなんですね。これですよ、我々市民革命政権が最重要政策としてやるべきことは、ここに税収が隠されてるということですね。から2つ目、この金融経済への課税を、課税によって、得られる94兆円の税収をベースにして、ベーシックインカムの給付が可能になるんですね。これがナンバー2です。ベーシックインカム給付。市民革命政権。による日本革命の基本政策ナンバー2と BI ベーシックインカム給付、これなんですね。だから実体経済に課税して、そして、ベーシックインカムをやろうとしても、財源不足ではできないんですね。せいぜい、3万円とか、せいぜい10万円とか。イタリーの五つ星が今やろうとしてるのが650万人に対して月最大10万円のベーシック、これもすごいですけどね。でも、私が提案してる年240万円、月10万円のベーシックインカムと、これを2500万人に、最大ですね、最大240万円を給付すると。こういうのが私の提案しているベーシックインカムの給付なんですね。で、新政府は日本国憲法第25条の規定を単なるお題目のままにしないと。で、ベーシックインカムによって国民に健康で文化的な最低限の生活を本当に保障する。本当に保障すると。で、今までの歴代自民党政権というのは、憲法第25条を規定は単なるお題目だということで、本気で保障する気なんてさらさらないわけですよね。だからこれほどの貧困が蔓延するという事態になってるわけですね。で、2500万の無収入と、それから低収入の人たち2500万人に、最高年240万円のベーシックインカムを給付すると、こういうことなんですね。まさに革命なんですよ、これ。改革じゃできないですね。マイナス2。で、それで給付の対象者は全部で2500万人と推定ですね。
総予算が 32.0 兆円ということなんですね。だから金融経済に対する課税で十分賄えんですね。32兆円。その内訳、A と B があって、 A は完全無収入の人、約500万人と推定されると。年間が500万人に対して240万ですから、12兆円ですね。で、完全無収入の人っていうのは、完全失業者とかホームレスの人、から無年金の人。無年金の人って多いと思うんですね。隠れてるから、わかんないんですね。誰も積極的に言わないんですね。無年金の人は。自分が悪いと思ってるんですよね。それから肉体的、精神的、知的障害を持ってる人。で、その他の人ということなんですね。で、まあ、推定ですけど、500万人ぐらいいるんじゃないかということで、これはもう、具体的に精査しないとこの数字っていうのは出てこないですけどね。で、 B カテゴリー B っていうのは、年収が240万円に届かない低所得者を対象にして、ベーシックインカムとの差額ですね。で、現時点で1700万人いると言われる非正規労働者の年収っていうのが、まあ、170万ぐらいって言われてるんですけど、一応240万との差が100万円だというふうに仮定するんですね。で、2000万人ついているだろうということで、予算が20兆円と。2000万人かける100万ですから20兆円なんですね。そしてこの中には、いわゆる非正規労働者1700万人、平均年収170万円ぐらい、それとあと専業主婦の方も潜在的な失業者だと思うんですね、日本の場合は。だから旦那の収入に依存してると、こういう専業主婦の方がおそらく500万人ぐらいいんじゃないですか。まあ、なんかほとんどの人がおそらくパート労働をしていると思うんですけどね。その差額ですね。その他ということですね。ですから、ベーシックインカムを憲法第25条の規定を本当に実現する政府を我々が作るんだと。単なるお題目じゃないよということがポイントなんですよね。からメインテーマの3、今日のメインテーマですね、ナンバー3、これは子ども手当、ベーシックインカム子ども手当の支給と。これ今日の新しいテーマなんですね。これなぜかというと、子どもの貧困化がひどいと、日本では。先進国の中では最悪で、17歳以下の子供の7人に1人は貧困の状態に置かれてると言われてるんですね。で、自民党政権は実質的なことは何もしないと。ただやってますよというポーズだけは取るわけですよね。で、新政府は17歳以下の子どもの貧困をなくすために、無収入と低収入の親の子ども、推定約250万人いると推定されるんですね。1人当たり月5万円、年60万円を一律に支給するということですね。月5万円。そうすると、予算が
250万で60万ですから、15.3兆円予算が必要ということなんですね。この根拠っていうのは、厚生労働省によれば、日本の子どもの貧困率は 13.9%、 2015年で、17歳以下の子どもの7人に1人は経済的に困難な状態にあると。これをベースにして計算してたんですね。250万人だろうと。だから母子家庭とか父子家庭とか非正規労働者の家庭の子供たちですよね。これが今日のテーマの1ですね。で、今日のテーマの2ですね。今日のテーマの2は、消費税を廃止するということなんですね。いわゆる実体経済に課税しないということなんですよ。課税するんだったら20倍規模の金融経済に課税しろということなんで、 10% の消費税を全廃するということ。そうすると 10% の消費税の税収っていうのは 21.5 兆円なんですね。これが国民の可処分所得として残るわけですよね。月約2万円ですよ。大きいですよ。で、そのことによって実体経済の成長率をアップさせると。今の状態だと今年は 0.89%、 IMF 今後5年間でも 0.5% しか日本は経済成長しないと。だから国民から吸い上げた税金はほとんど実体経済の方に使われないと。そして、いわゆる国民 90% 以上の国民には使われないで、いわゆる大企業とか富裕層、あるいは公務員、恵まれた公務員の方に使われる。そして金融経済の方に使われるということだから 0.5% しか経済成長しないんですよね。それから今日のメインテーマが3番目ですか。3番目、これは教育の無償化ですね。ナンバー5、これは重要ですよ。新政府は幼稚園から大学院まで全ての教育費を無償にするということなんね。で、教育費の無償にはどのぐらいの金が必要かというと、 GDP の大体 6% って言われてるんですね。で、日本は OECD の中で最低なんですよ。 GDP の 3% ぐらいしか出してないんですね、国で。で、残りはいわゆる大学入試の門をわざと狭くして、親たちに競争、子供と親を競争させて、彼らに、GDP の半分の親に出させるという構図になってるんですね。親は子供のためにせっせせっせと働いたお金を教育の方につぎ込むということで、自民党政府は本来だったら欧米っていうかヨーロッパでは教育の無償化っていうのは当たり前のことなんですけど、日本とアメリカが異常なんですよね。それで足んないお金は学生ローンとして、小売りで貸すと。それが積もり積もってアメリカは4500万人が171兆円の学生ローンの累積になっちゃったということで、大変な問題になってるんですね。で、教育の無償化、で、これに必要な予算額は
今言いましたように、30兆必要なんで、現在は15兆しか出してないんで、残り15兆必要になるということですよね。で、この教育の無償化は全国民に教育負担、教育費の無負担のという多大な恩恵を与えるんだと。だから今はあれじゃないですか、一人の子供を産んで、その子が大学まで行くとすると、親の負担っていうのが、全部公立で行ったとしても子供一人におそらく2000万円ぐらいかかると思うんですね、教育費だけで。大変なもんなんですよ。で、これをタダにすると、無償化するっていうのは多大な恩恵を与えるんですよね。から今日のメインテーマ4、革命的市民による日本革命の基本政策の5番目、大学入試制度を廃止すると、から東大を解体すると。これが面白いですよ。なぜ東大を解体するかというと、要するに今安倍次長ファシスト政権を見てると、もう公然と権力犯罪を犯してると。その犯してるほとんどの政治家と官僚、まあ安倍なんかは除いてですね、いわゆる受験戦争を勝ち抜いてきた東大法学部出身の官僚たち、政治家たち、彼らが現在の日本の政治を独占して、最悪の状態にしているということで、東大解体が必要なんですよね、これ。大学入試制度をやめるとともに東大を解体すると、国家権力犯罪者が養成機関としての東大を解体するということが必要なんですよね。これはまあ我々が学生の時に東大解体なんて言って、スローガンとして掲げたものを実際にやると、50年以上経ってますますその必要性が高まってますね。だし、新政府はフランスのバカロレア制度、高校卒業資格試験制度を導入して、大学入試制度を廃止し、受験戦争と詰め込み教育をやめると。結局そうなんですね。わざと門を狭くした大学に入るために、激烈な競争に勝ち抜いて、東大に入ることを目指すということをやめるってことですね。あと詰め込みですよね。で、また、新政府は国家権力犯罪養成機関である東大を解体すると。で、この大学入試制度廃止と東大解体は、子どもと保護者と教師に教育の自由を与えることになるんだということなんですね。で、このフランスのバカロレアというのは一体何かというと、フランスの場合は教育が無償ですよね。保育園から大学院までただですよ。せいぜい、1年間の登録料みたいなので1万円ぐらい払うだけじゃないですか。そしてもう一つはバカロレアという、17歳で高校3年の時に、5月ぐらいに全国一斉のいわゆる卒業資格試験というのがあるんですね。これは全部筆記なんですよ。丸バツじゃないんですよね。で、それに合格すると、全国どこの大学にも入れるという制度なんですね。だから入試っていうのはないんですよ。だから予備校もないと、塾もないと。それが当たり前でしょうね。これが
教育、あ、これで今日のメインテーマが4つになってるんですね。ということです、今日の。ですからこの間バラバラに、メインテーマとして、取り上げてきた革命的市民による日本革命の基本政策っていうのを一応まとめて1からですね。1っていうのは何かというと、金融経済へ課税するってことですね。それによって95兆円もの、全く新しい、税収が確保できると。それをベースにして、基本政策の2としてのベーシックインカムを導入すると。これは2500万人に対して無収入、あるいは240万に満たない非正規労働者等々の低所得者に対して最大年240万円のベーシックインカムを給付するということなんですね。で、3番目、今日のメインテーマ、新しくとして、ベーシックインカムプラス、いわゆる子どもの貧困化をなくすというためのベーシックインカム、子ども手当を支給すると。これが月5万円で年60万、対象としては250万人ということで、予算が15.5兆円と。から今日のメインテーマの2番目、消費税を廃止すると。10%、21.5兆円分を国民の可処分所得として残すってことですね。で、当然ながら実体経済の経済成長率はアップすると、おそらく4%ぐらいアップするんじゃないですかね。4%、5%。だから700兆円ものアベノミクスをやって、国民から税金として徴収し、そして日本銀行が一万円札をスリに刷ったと。全部で700兆円を投入してた結果、経済成長が0.89%、今後5%、0.5%という。それじゃあそのお金一体どこに行ったのということなんですね。そして今日のメインテーマ3番目、基本政策のナンバー5、教育の無償化ですね。これはものすごい波及効果があると思いますね。現在おそらく、塾に通わせるんで、子ども1人に対して月1万とか2万の教育費、予備校費とか塾代がかかってますね。プラス教育費ですよね。そして今日のメインテーマ4番目として、基本政策の5と6か、大学入試制度を廃止する、から東大を解体すると。諸悪の根源、東大なんですよ。ほとんどそうじゃないですか。今の安倍政権、トップの安倍は東大卒じゃないですけど、他の人間たち、特に官僚はほとんどが東大法学部卒ですよ。彼らが激烈な受験戦争を勝ち抜いて、ただただ記憶力がいいと、要領がいいというだけで、エリートコースを進んで、モラルがない状態で、安倍のこのような自公ファシス政権の共犯者になっているということをやめさせるために、東大解体って絶対必要なんですね。というのが今日のメインテーマです。バカロレア。バカロレアというのはどんな内容なんでしょうかねと、石森さんですね。日本の大学入試の問題とは違うのなら、私でも大学行きそうですと、筆記といっていろいろありますよねと。私の子供男2人の子は日系フランス人なんですよね。フランスで生まれて、
そして2人とも幼稚園から大学院まで、無償ですよ。そして17歳の時に、高校3年の時にバカロレアを受けたんですね。で、バカロレアっていうのは全部筆記なんですよね。日本の場合は丸バツですけど、フランスの場合は筆記で、で重要な科目としては数学、それからフランス語、そして哲学なんですね。で、哲学も2つか3つ課題与えられてて、1つの課題を選んで、で2時間か3時間自分で文章を組み立てて、回答するということなんですよね。だから従来の本来の教育がまだフランスでは生かされてきてるということで、だから筆記だと採点する先生も大変なんですよね。丸バツだとコンピューターで全部集計できますけど、全部一人一人違う価値観で書いた回答をですね、先生の方が一つ一つ丁寧に分析して評価すると。こういう先生の力量も高くないとできないんですよね。ということで、バカロリアに、受かった生徒は自分の希望する定員にならなければ、全国どこの大学でも空きがあればですね、登録して入学できるんですね。ただ一旦に 大学に入って、授業についていくのが大変ということで、アルバイトなんか到底できないですよね。本当、いわゆる学生らしい学生がいるのがフランスということでしょうね。砂月さん、全部横流し、海外ばらまき、ミャンマー棒引き、イヴァンカ、基金、F35、飼料用コーン、イージス、ショア、森系。そうなんですね。だから国民の生活向上のためにほとんど使われてないと。だからこの台風15号とか台風25とか21号の大災害っていうのは結局その結果なんですよね。そういうことですね、石森さん。採点は大変ですが、勉強したかどうかを見ることができる。要するに丸暗記してたら、2時間かけて、ある与えられたテーマを全面転換するってことはできないんですよね。自分でちゃんと起承転結で、自分の文章で答えなくちゃいけないんですから、誰も用意してくれないんですよね。2時間かけて、文章を書くっていうのは大変ですよね。でもそのことによって本当のいわゆる勉強、実力が分かるということでしょうね。雪丸々さん、731部隊で研究してたのも東大、そうですね、京大医学部とか東大医学部とか九州大学医学部のエリートですよ。だからエリートが怖いのは良心がないということですね。価値基準が全く、人間の尊厳とか、生命、個々人の自由とか基本的人権を守るという最大の価値を持たない他人に、いわゆるエリート主義っていうのはそういうことなんですね。優生主義ですから、他人よりも自分は優れてんだと、自分はエリートなんだというエリート主義に凝り固まった秀才たちが集まると、こういうふうになっちゃうんですね。砂月さん、年金も金庫が空だから、竹中平蔵90まで働けと言われると、そういうことですよね。ということで、今日のメインテーマはそういうことです。現在69分32秒ですね。27名様、全体で96名様、コメントが50件ですね。
なるほど。このまま自公政権を続けさせていくと、我々は殺されると。あるいは貧困の中で殺されると。あるいは戦争に動員されて殺されると。あるいは弾圧で殺されるということでなんですよね。次に今日のトピックスですね。これひどいですよね。首里全焼しちゃったんですね。出火元は正殿かということで、なんか30年かけてようやく修復が終わった途端に全焼しちゃったという。でちょうどなんか真っ赤な、何ですか、化粧直しをしてたんですよね。で、なんかイベントのために深夜まで人が中に入っててイベントの準備をしてたと。その直後ですよね。夜中の1時ぐらいじゃないですか。出火しちゃって全部もう全焼しちゃったという大被害、悲劇ですよね、これね。ということで今日のトピックスの1番目がこれです。現に沖縄県知事はなんか韓国に行ってたんですけど、緊急事態で途中で帰ってきたということで、パリのノートルダム、あれもなんか修理中で、おそらく出火はその修理を担当してた人のタバコとかですね、とうとうじゃないかと言われてますよね。から2つ目が、グレタさんが環境省受賞を拒否と、運動にこれ以上必要ないという、賞は必要ないという、16歳の人がこういう判断できるっていうのはすごいことですよね。タバコの火の不始末だったりすると力が抜けますという、原因が分かんないんですけど、でもいわゆる、自然発火じゃないですよね。これ人間が起こした火の不始末によって、貴重な文化財産が全焼しちゃったということでしょうね。グレタさん、本当素晴らしい判断ができますよね。から3回目のこれ、共演の儀、バカだよね。新天皇になって3回目にまたお披露目のパーティーやってたという、全部国民の税金だろうと。全部で160億円かけてるんですよね。一方では大水害によって、まだ避難所で生活を余儀なくされてる人がたくさんいるわけでしょ。あるいは泥で、浸水されて、住宅が半壊しちゃうと、屋根を飛ばされちゃったと、あるいは泥とか水が侵入してもう住めなくなると。で全部自己責任なんですよね、これは。日本ではそういう大災害の被害を直接受けて苦しんでいる人がいるにもかかわらず、こういう税金の無駄遣いが3度目ですって、公然と行われている国ってのは一体何なんだと思いますよね。から小沢一郎が今年中に新党ということで、なんか鳩山由紀夫も新党を立ち上げるということで、だから彼らがその山本太郎政権樹立のために統一戦線を組むという前提であれば大歓迎ですよね。そうじゃなくて、
山本太郎 ヒラリーがなんか大統領選に出る出ないなって言って、ウォーレンの足を引っ張るというのが見え見えなんですけど、統一戦線を作るために、いわゆる自分たちが長年政治家として培ってきた信頼関係をもとにして、新党を立ち上げ、それぞれ立ち上げて、それが山本太郎政権樹立の統一戦線作りになっていくということであれば大歓迎ですけどね。まあ、小沢一郎氏はそうだと思いますけど、鳩山由紀夫が何のためっていうのは分かんないですね、彼の場合は。足を引っ張るのかもしれないですよね、分かんないですね。それから、エプスタイン被告は他殺と遺族が依頼した法医学者が主張ということで、そうでしょうね。だって厳重に一度自殺未遂をして、厳重に監視されてる人間が、収容者がですね、再び首吊り自殺するかと、24時間監視されてるんでしょ。ありえないですよね。そして、首吊り自殺した時には、めったに現れないような複数の骨折があったっていうんですね。だからこれは他殺ですよ。もう要するに口封じでしょ。トランプにとって不都合なことがどんどん出てくるんじゃないですか、トランプ政権にとってね。そして今日の重要情報、新百合映画祭主戦場に上映中止で、監督か、抗議の声と。俳優ですね、井浦新太って言うんですか。映画祭代表は川崎市への忖度を認めない発言をしてたということで。だから新百合映画祭っていう、まあ表向きはドキュメンタリー映画、マイナーなドキュメンタリー映画を上映する映画祭だという、表向くは立派なんですけど、今回みたいに主催者の600万円の資金を出した、主催者側の一つである川崎市が横やりを入れたら、もうそれに、もう何の抵抗も示さず、従っちゃうというのが日本の現状なんですよね。ということで、今日金あ木曜日か木曜日の放送は、都内某所からの放送でした。ちょっといつもとは手前、勝手が違ったんで、ちょっと手間取りましたけど、一応そういうことです。明日はそういうことで、集会の方に出ますんで、放送はお休みさせていくということですね。砂ずきんさん、なんか安倍氏の好きなお祭りイベントが終わったら首里炎上。なんかすごいですよね。要するに、大型台風通過による大水害の被害、それと首里城炎上というのは、なんかつながってるような感じしますよね、これね。ということで、今日の放送これで終わりです。現在は日本時間の夜の10時22分ということは、いつもより早いですね、おかげで。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。ということで、明日お休みなんで、来週の月曜日ですね、また山荘の方から放送する予定ですので、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。終わります。